久津に貞さだおに貞つから1950年5月10日は、大正から昭和時代前期の政治家、銀行家、実業家、貴族院多額の税者議員、衆議院議員、武前中津半領下下群上、宮永村に生まれる。成果は平凡な農家で、青年期は種物売りや乳馬などで稼いだ。この F 評連隊に入隊し、日清戦争に従軍。 基調後の1897年1月、福岡県田川郡、湯げ村に赴き、田川採汰に入社するがほどなくして退職する。他にも、採汰会社を転々としたが、長く続かず、自ら石炭商を開業。ついで日露戦争に従軍し、基調後に採汰業を始めた。漆製炭鉱を買収し、下山田、井の花とコ区を広げ、久根工業を設立。 1920年同社社長に就任した。他、下下銀行、大分商業銀行各頭取、筑豊石炭工業組合理事長、福岡県土木調査委員などを歴任した。1928年2月の第16回衆議院議員総選挙では、福岡県第2区から立憲政友会所属で出馬し当選し、一期務めた。他、 1932年大分県多額納税者として貴族院議員に御選され、同年9月29日から1939年9月28日まで在任した。ありがとうございます。